皆様こんにちは、家族収納チャンネルの赤久ゆりです。さて今回は新しい年に向けてですね、スタートを切ろうということで、すぐに捨てられる物、人、ことということでお話をしていきたいと思います。今から6つご紹介していきますので、これはね、誰でもまっすぐ捨てられるものかなというふうに思いますので、参考にしていただけたらと思います。それではスタート。さて、それではですね、6つご紹介していきたいと思います。まずはですね、物からご紹介していきます。1つ目は着心地の悪い服です。まあお洋服ってね、まあ、買って着てみないとなかなかこうわからないことが多いと思います。で、まあ買う時にある程度ね、試着とかで気づければいいんですけど、なかなか全部が全部そういうわけにもいかず、最近はネットでお洋服買う方もいらっしゃいますし、まあ、ある程度失敗っていうのはつきものかなと思います。ただ数回しか着てないから、1回しか着てないからっていうのでもったいないなと思って、まあ、このようなお洋服を残していませんでしょうか。今から例を挙げていきますね。まずチクチクする服、首周りとかがチクチクしたりとか、なんかこの辺のタグが気になるなとか、いろいろなチクチクする場所があると、やっぱ着心地が悪いですよね。こういった服は合わないかもしれません。もう一つはですね、サイズが窮屈、まあ、最初はもしかしたら合ってたかもしれませんけど、やっぱり年齢とともにサイズの変化なんかもしていくかもしれませんし、買ってみたら結構キチキチなんだけどっていうこともあるかもしれません。まあ、これはなかなかね、ちょっと合わないかもしれませんね。そしてもう一つが動きにくい服、まあ、サイズが合ってないっていうのもちょっとね、近いんですけれども、腕が上がらないとか、なんか可動範囲が狭いとか、そういった服っていうのはね、なかなか選ばなくなってくると思うんですよね。まあ、こういったものは、まあ、手放し時かなと思いますね。そして不快な服、これはね、素材感だったりとか、そういったもののことを言ってるんですけど、着心地が悪いな、落ち着かないなみたいなものとか、なんか自分に合ってない革とか汗を吸わないとか、いろんなね、不快に思うような素材ってそれぞれ合うと思うんですね。合わない素材のものですね。そして脱ぎ着が大変なもの、こう脱ぎ着がさっさとできなかったりすると、着る回数ってね、ぐっと減ると思うんですよね。パッと脱いでパッと着れるみたいなお洋服の方がね、着心地がいいんじゃないかなと思いますので、そういうのは手放し時かと思います。そして自分の気分が上がらないお洋服、買ってみて最初はいいんですよ。ときめいて、あーなんかすごい素敵と思って買ってみるけど、なんか着てると、あれなんか気分上がらないぞっていうね、これはやっぱり暮らしの、まあ、流れによって出てきてしまうものかなと思います。その時に合った気分のものを着ていた方が、自分のお洋服っていうのは気分上げてくれる最高のものだと思いますので、手放す対象かなというところですかね。そして2つ目のもの、キッチン関係になりますけれども、まあ、すぐ捨てれるものとして、使わない調味料、スパイスです。普段料理をたくさんする方は、もういろんな調味料を使いこなして料理のレパートリーなんかもあると思います。ただそんなにね、普段から料理を凝ってやらない方が、たまに料理本とかを見て、この調味料が必要ですっていうね、普段持ってないものをこう買いに行くとしましょうか。そしたらそのメニューを作る時だけはその調味料を使ったり、特殊なねスパイス使ったりとかするんですよ。でよくあるのがスパイスと中華の調味料とか、そういったものですね。難しいような名前のものとかね、そういったのは、まあ、その1回こっきりでのなかなかその後使わない、冷蔵庫の奥にしまってある、そんなことありませんでしょうか。1回使って奥の方にあるものっては1回全部出して整理をしていただくと、まあ、冷蔵庫内もすっきりしますし、この先ねずっと置いてあっても使う回数ってほぼほぼないと思うんですね。これからね料理を作る時も、難しそうな特殊なものがあったら別のものになんか代用して、他のレシピないかなって探してみた方がいいかもしれませんね。1回だけ開けたドレッシングとかね、口に合わないものってまた食べないので、まあ、そういったものっていうのはね、潔く処分をしていただくといいかなと思います。そして3つ目は本です。本屋さんで買ったりとかネットで買ったりされると思いますけれども、まあ、その時はね、あそうだなんか本でも読もうかなと思って買うんですけど、パラパラっと見てですね、またちょっと後で読もうと思って最初だけ読んで、ポカってあることありませんか。しくは本棚に並んだまま何年も経ってしまったとか、数ヶ月経ってしまった、こういう本っていうのをまた読み返す機会って少ないと思うんですよ。置いたまままた別の本買ってますからね皆さん。この本っていうのは読んだだけで気分が上がらないってことなので、まあ、それは先よく処分してもいい対象なのかなというところですね。もう一回読む可能性が低いということですね。
次に4つ目、まあ置物とかお土産、置物とかお土産いただくとね、ありがとうございます、その時嬉しいんですけど、飾っといたりとかするのってね、これしがらみ以外の何物でもないですよね。私はあんまり置物をお家のあちこちに置かない方がいいというふうに感じております。いろんな方のお家伺って思うんですけれども、いろんなものを飾りすぎると管理に手間がかかる。置物とかっていうのはほこりが溜まりやすいですから、物っていうのは手入れができる範疇のもの数だけを管理してね、置物としてね楽しんでいただくのがいいと思いますので、1箇所1個ぐらいとかだったらいいと思いますけど、自分が管理できるかなっていうことを考えて、そういったものを置いていただくといいんじゃないかなというふうに思います。それ以外は処分対象で OK かと思います。さて5つ目、これは合わない人の付き合い、これを捨てろっていうとね、なんてひどい人なんだとか思うかもしれませんが、その自分の時間ってやっぱり有限ですから、そこの合わない人との付き合いに時間とかを割くほど暇じゃないですよね皆さん。ですから合わないっていうのは必ず人間界にいれば誰でもあります。100% 誰でも付き合いがうまくいくとは限らないんですよ。もう会う人もいれば会わない人もいるんですよ。ただですね、会う人と一緒に付き合う時間を長くした方がハッピーでいられるんじゃないかということですよ。会わないなとか、なんかちょっとこの人居心地が悪いなとか、雰囲気違うなっていう人いると思います。そういう人はですね、私もいますけれども、まあ、なるべく近寄らないようにするっていうのが一番いいかなというふうに思います。まあ、そこに時間を割いてる暇はないぞということで、まあ、上手に手放してもいいんじゃないかっていうことですね。そして最後は6つ目、見栄です。まあ、見栄で買ってしまうものとか、まあ、人にどうしてもね、よく思われたいんですよ。人はあの人も素敵な人だなとか、あ、素敵な服を着てる人だわ、あのカバン持ってる人素敵だわとかって思われるかもしれませんが、無理して人によく思われるために買うっていうのは、自分のお金って大事なものですから、自分が心地よく思えるところとかにお金とか時間とかをかけた方がいいんじゃないかっていうふうに思うわけですよ。まあ、自分の身の丈に合ってないものっていうので、見栄で買ってしまうものっていうのはとてももったいないのでね、まあ、そういったのをこれから買わない方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。6つ、人とか物とか国土について、まあ、すぐ捨てられそうなもの、この見栄っていう気持ちを捨てるとかね、そういったことっていうのはすぐできると思いますので、新しい生活をスタートさせるために参考にしていただけたら嬉しいなと思います。今日の動画が良かったよっていう方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。仕事、家庭、子育てとやらなければいけないことをこなすだけの毎日じゃもったいない、ママでもなりたい私になるワーキングマザーの手帳。一度きりの人生を自分でデザインしてみませんか。ワクワクする未来を書き出して、売れない自分になる私らしさ手帳に絶賛発売中。一緒に使うとさらに効果的な、ブレない自分を見つけられる私らしさノートができました。人に流されてしまったり、自分を我慢させていることはありませんか。私の好きを切り張りして、ブレない軸を手に入れることができるノートです。手帳、ノートの詳細は概要欄から。赤くゆりの書籍、新しい収納の教科書の重版が決定しました。アマゾン新着ランキング1位、楽天ブックス週間ランキング1位、1200万回再生された YouTube100 本以上の収納ノウハウがこの一冊に。仕組みを知ればもうお片付けで頑張らなくてもいい。浮かせる、立たせる、寝かせるでどんな家も片付く新しい収納の教科書。アマゾン、楽天ブックス、全国の書店にて発売中。詳細は概要欄から。